そっちへ行ったぞ。はい、必ず生き残る。さあそこだ、一戦はっ。さあそこだ、一戦一戦、そこだ。さあそこだ、一戦。さあ砲翼槽、まだまだ。一戦、さあそこだ。はっ、一戦。さあ食らえ、逃がすか。この剣の前に敵はない。初めての実地任務でどうなるかと少し心配だったが、この分なら大丈夫そうだな。はっ、マリク教官の日頃のご指導のおかげです。そう固くなるな。実地といってもやること自体はいつもとそう変わらん。はい、よし、任務の内容をもう一度確認しておくぞ。俺たちがここへ来たのは、この森を抜けた先にある村を調査するためだ。村の名はオーレン。人口は約50名、ほとんどが林業に従事。その村の住人全員が数日前、忽然と姿を消したと王都の騎士団に連絡が入った。俺たちに課せられた任務は、先に現地入りしている騎士団の調査に協力することだ。わかりました。どこで何があるかわからん。道中は周囲の状況にも気を配れ。確認は以上だ。お前にこれを渡しておく。エレスポットですね。そうだ、使い方はこれまでに習得していると思うが、この先は実戦もあるだろう。念のためもう一度説明しておくぞ。はい。以上だ。会話できない。教官に俺の力を見せなければ。どうした？いえ、失礼しました。今行きます。アスベル、この先オーレンの村まではお前が先行しろ。俺がですか？再びモンスターとの戦闘も予想される。演習と違い、バックアップは俺だけだ。いざとなれば逃げて構わん。了解しました。ですが俺は逃げません。少し肩の力を抜け。逃げるのも戦術のうちだ。それで評定を下げる気もない。いえ、それでも俺は。ふん。失礼しました。では出発します。頼んだぞ。落ち着いていけば問題ない。そこだ。攻撃を。やりましたね、教官。ああ、アスベルもなかなかだったぞ。負けられないな。先進者、すごいな。かわせるか。
つまらぬものを切ってしまったなんてな。油断するんじゃないぞ。かわせるか、逃がすか。さあ、かわせるか。一戦攻撃を逃がすか。一戦後悔、つまらぬものを切ってしまったなんてな。マリック教官、わざわざお越しいただき恐縮です。それで何か分かったのか。住人全員が消えたという情報はどうやら確かなようです。火事があったようですね。らしいな。この様子だと随分派手に燃えたようだ。火事と村人の集団失踪の間に何か関連は。それを今調べています。お二方にも捜査をお願いしてよろしいでしょうか。聞いたな、アスベル。はい。マリック教官、こちらの学生が例のアスベル・ラントだ。今日は実地任務ということで同行させた。よろしくお願いいたします。よし、早速始めるか。ひとまず集落の中を手分けして調べてみよう。何か見つけたらすぐに知らせろ。わかりました。なんだ。いや、教官を呼ぶのは音の正体を確認してからだ。どこへ行った。野犬？いや、狼か。